博物館のね、展示で、いろいろ来ていただいた方に長いことお話したりね、するときに、たたまでは、ね、年配の方なんかは大変なんで、ここでお話しさせていただいたりしてるんですけどね、今何の話したのか忘れました。ペトログラフね。ペトログラフね、私もだいぶこう、調べてね、日本にね、このペトログラフがたくさんあるんですよ。で、もうその数千年の経過を経ってるんでね、その模様がまあなくなってきたり、まあ、分からなくなってきたり、まあ、してるんだけど、過去にいろんな調べられた方の、まあ、記録なんかもあったりして、でそれらが非常に古い時代にあってですね、日本がそれを発表することによって、その日本が昔古い時代にですね、世界に先駆けて文化がね、あったと。いうことが分かったもんですから、それがまあ、酒井清麿ということですかね。酒井清麿。酒井将軍とか、まあ、清麿とは言わんか。あれはね、酒井勝時。生放送ですかね。まあ、そういう人たちが、まあ、発表したんですね。で、それで、日本が世界最古の文化のあるところだということが、まあ、分かったんですね。それも縄文文化と、縄文とか石器とか。石器時代とか、それでこれ具合ありということでですね、日本軍とか GHQ がですね、それを破壊したんじゃないかということが言われてですね、でストーンサークルがあるものを全部壊され、から遺跡があった岩坂とかいうのも壊され、分からなくしてしまったという事実が、まあ、あるんです。でも事実があったとしても、その岩は残ってるんですね。まあ、そこまで移動できないので、大きい岩ですから。まあ、そういうのをこう類推して調べていくと、まあ、日本に今ピラミッドがあったのではということが、まあ、分かって、現地調査の結果ですね、間違いなくギザのピラミッドがあったということが、まあ、分かってきたわけです。それはまあ、今回この本のね、中にまあ書いたんですけど、でこのまあ2月8日にまあ発表するんですけど、まあ、それらをいろいろこう研究していくとですね、その文字が出てくるんですね。で、文字だけを調べようとなると、ものすごい量が、数百の文字があったちね、そのね、神代文字、神代文字ね、というなんかね、アヒル文字だ何文字だっていそうろいろです、ね、アヒルあ文字りとまかすね、よアヒね。ルの形した文字とかね、幾何学模様的なものであったりね。で、まあ、先ほどから言ってる、そのいろんな模様の文字が神社とか、あるいはその三家ってことですかね。三角。まあ、そういう山で閉じこもって、いろんなことを、文化を伝えてきてた人、まあ、世の中一般のところへ行くと、まあ、それに左右されるから、自分たちの独自の文化をね、作ってた人たち、まあ、それらが実はこの「竹取物語」を作った作者、神戸大師空海も行ってたんじゃない。神戸大師空海が吉野の山へこもってですね、修行してましたね、山岳修行はね。だから、そういう人たちの、参加の人ってまあ、参加とは言われない、まあ、参加、山にこもっていろんな文化を持ってた人たちですね、そういう人たちも各地にいたわけです。だから、それらがどちらかというと縄文系のまあ人たちではないかなということが言えるんですね。で、まあ、それを勉強しんことには、日本の歴史はまあ分からない。これまだほとんど誰もやってない分野なんで、分からないんですけど、まあ、そのあたりを、まあ、これからの若い人たちがまあどんどん研究されると思うんだけど、まあ、私らはもうええ年やからね、もうそれほどできないと思うんだけど、それによって日本の古代がまあすごいまあ文化のあった世界に、最たるですね、世界一の文化があって、それを世界にまあ広めていったと。スメラミコトと言われる人たちがご主人と共にですね、天の浮舟に乗ってですね、で、菊の御紋がありますよね。菊の御紋の世界、360の方面にですね、その人たちが散らばってですね、子孫も作った。それが男女ペアで行ってっていうふうに書いてあるのがありますね。30、計何人は行ってまあペアなのかどうか書いてないのわからないんだけど、現地にいる人とまあ混血してですね、言うこともあるし、あるいは女性だけが行ってですね、現地の人と混血して、世界の民族ができた。これはその竹内文書にきちんと書いたんです。それで世界の民族ができたという前提なんですか？難しいな、それはな。そしたらもっと地球全体が
その気質になってもいい。だから世界の人たちは日本がね、うん、そういうすごい国であるということを私は知ってたのじゃないかなと。だから日本がのし上がってきた具合からモグラ叩きしとったと言われる。現在もモグラ叩きされてるということです。そのじゃあモグラ叩きしてる人たちはどうやって育ったんですか、そっから。なんでそういう人たちがモグラ叩きをしちゃう人たちは、うん、五色人からでも生まれてるんですよね、うん、じゃあモグラ叩きをするようになった理由があるわけですよね。だからそのいろんな人たちがいるわけです。やっぱり自分たちの政権が有利になるようにですね、うん、じゃあその五色人たちが散った時にはもうすでにそういう人たちは芽が出てたんですかね、うん、いやそれはまあそれないないんだ。でそういう人たちが ああいう乾いた土地に住んでたり、うんすると少しずつ変わって、じゃあ五色人たちの教えをもう忘れて自分勝手に暮らしていった人たちがいたという設定、そういうこと、一部の層がいたということですね。そうで、まあ、そっちの方が強くなっちゃったと。まあそうですね、うん、戦いを望まない人たちは、うん、その人たちと戦うことをしなかったから、うんまあ、逃げてきた。その中の一つがその12ユダヤの十二氏族にもありますね。っていうのもそういう出てきますね。だからユダヤの十二氏族が十氏族と二氏族で分かれたでしょ。北イスラエル、南イスラエルね。だからそれらの人たちは我々と同じ戦ってその領土を取るとかもう食い物を取り合うとかね、そういうふうな思想の人たちではなかったんじゃないかな。だから逃げたわけですね。それは世界に散らばったということでしょ。一応そうになってますね、うん、でそれらの人たちが長い年代をかけてですね、まあ自分たちの祖先であった日本に、里帰りしてきたのではないかと。で、それ我々が学んだ歴史はその里帰りしてきたのはトライしてきたというように学んだんだけど、であれがにぎはやひのマーク と、うん向こうから来た、ジムでの持ってるマークが一緒だったっていうのが、うん、そのユダヤのマークみたいな感じですか。日本書紀に書いてそのユダヤのマークというのはどういう形のものをそれさせてもらう。よくわかんないけどなんか同じ仲間だったと。結局先祖をたどれば同族だみたいな証拠をお互い持ってたみたいな、日本書紀はそういうふうに書いてある。まあまあでもそれは歴史物語だから ね、まあ、ね。それはつまり今おっしゃっておられるのはその神武天皇がやってきた時にですね、それまでにいた大和にいた、物の部王朝物の部天皇とお会いした時に、出自を示したということをおっしゃったら同じじゃないかな。そのことをおっしゃったでしょ。あれはそのマークじゃないでしょ。マークっていうかなんかこう分かるマークじゃなくてそのなんか証拠だよね。証拠、うん、マークじゃないです、うん、マークと言っちゃったけど、うん、多分そういうことじゃない。何か一緒だっていう、うん、こんな弓みたいなの持ってたわけでしょ。あ、そういうことです、うん、でその上に鳥が止まってたいう、まああれが弓ではないんじゃないかなというふうに見てるんですよね、うん、なんですか。いやもうそれはまあ本に書いてますから本に書いてます。本に見てください。これはもう他の誰も知りません。日本人の根源であり大乗さんにもつながる重要なまあものであるわけですね。だから何で示したのかと、これはまあほとんど誰も知らない。大事なとこなんですね。大事なとこ。じゃあそれ聞いてみよう。だからマークしてる。あ、分からない。誰も書いてないと思います。分かりました。そこ大事ですよ。2月14日バレンタインデーでやりますので、ぜひお越しください。で、この本を2冊作ります。竹の内文書のやつとムー大陸と大陸と里帰り。で、竹の内文書、日本は世界文明の発祥地という本を作ってですね、世界文明の発祥地というので、まあ、これまあ本当はね2000円から2500円いるんですよ。これね250ページぐらいになるなりそうなんですよ。でまあそれをまあ1500件ぐらいでね、もうレジュメとしてですねもう渡して、まあ皆さんに参加していただいて、まあ、この博物館ね、竹富の博物館に儲けようとかいうことないんでね、これで飯食うてるわけじゃないので、トントンかまあ損してでもええから、まあ、皆さんにそういう、楽しい歴史をですね皆さんに学んで、まあ、ぜひ来てくださいよ。だから今度2月14日もうそんだけ詳しければ正月しかもう連休取れなくて取れないんで、2月14日はあれ平日やから来れるんじゃないですかね。ぜひね、もし参加ができるんだったらね、来ていただいたらね、
その中で、まあ、いろんなことがね、1日かかってね。で今までは午前中は、あの、時代竹取博物館の時代行列したんですよ。うん、でも時代行列やめて、今回はもう、バーンって朝からもう、この別館、向こう側に別館、ありましたね。そこで、まあ、やろうかなということで、1日かけてね。まあ、どれだけできるかわからないんですけど、まあ、やろうかな。もちろん上福の奈良上福研究会の会長さん並びに、その他上福に非常に詳しい方もまあ来られますし、その他いろんな人がまあ今のところまあ来ていただく予定にしてる神道に詳しい方とかね、まあそういう方も、でうちのこのまあ宣伝になる博物館は伊勢神宮のね宮司さんも来られたんですよ。で、あの鏡造り神社の方も来られた。そこで見ました。あ、見ました。鏡作っちゃった方のやつは見ました。いや、いろんな人がですね、まあ、これマスコミの方もね、まあ、これマスコミの方もね、NHK も来た、NHK 来たけど、NHK 取材せへんと、これは報道に出されへんとか言って帰りましたね、NHK。ああ、やっぱりそうなんですか。NHK っていうのはもうね、取材。子外ですからね。取材に来てね。向こう勢力の子外ですから。もう、ほんまに、具合悪いことは放送しないんですよ、そこ。そう思われません、ね、政府寄りの大本営発表になってしまったなと、私ね、はいはい、私今までなんか私もマスコミに仕事してたんでね、分かるんですよね、あの大本営発表になってしまったなと思いましたね。前はやっぱ全然ちょっと、もうちょっと骨っぽかったですか。前はそこといろんなことをやったと思うんですけど、中立をちゃんと保つような、ある程度保ってたと思います、うん、今のマスコミここ最近ですか、それって、まあ、結局すごい、ね、マスコミ本来の目的の本領を今発揮してるわけよ。そのためにマスコミ、だから世界でいろんな出来事が起こっても報道しないでしょ。で、まあ、できないでしょ、分かってても。だから新聞記者でもプーチンの話もちょっとしたくって。プーチンは同じだと思いますよ。プーチン同じだと思います。いや、同じか分からない。もう一言なんかこの間見てるのがね、どういうこと、一言聞いて、あ、もうプーチンのことは私あまり喋ってません。プーチンはチラッと喋ったんですよ、その時もう一緒だって。いや、本当なかなか一緒な人がいないから。プーチン喋りました、私。いや、なんか一言ね、だから今プーチンみたいなのが頑張ってんだよって言ったから、あ、よかったって言って。いやね、昨日やったから、私うちにまあメール送ってきたり、あるいはあのブログ書いてる人がね、天皇誕生日かな、違うこれ正月か、なんかそれでね、プーチンだけがね、あの天皇家におめでとう、おめでとうかなんかいうのが来たんですか。あ、うちらの間では、まあ、プーチン来日伸ばされてるじゃないですか。でも他のね、ヨーロッパとかアメリカとかはね、来てなかったって言ってましたね。知ってますよ、プーチンは。だから日本の今の帝さんはですね、あんま信頼されてないのかなということをその人は書いた。いや、全然違います。無視されてる、うん、無視されてる。無視っていうのはもうあんまり関わって、プーチンだけがね、大事さを知ってるっていうか、うんうん、あの戦争やって言ったらそういう言葉がします。まずいんですか。戦争、まあ今の政府は戦争やろうとしてるんでしょ。うん、その戦争や一派の最後の、今もう日本が最後のリゾートになっちゃってるから。うん、でもプーチンは KGB から上がってって、うん、もうソ連崩壊の後のロシアのあの時に、やっぱ戦争やとか資本主義が入り込もうとしたのをガーンとやったじゃないですか。昔の家康みたいに鎖国してガーンとやったみたいに、プーチンはそれやって、それで自分の国内充実させて、みんなにあの畑で野菜作ってもらったりとかして、その自然と一体で暮らすっていうのを実践して、それで戦争屋を今もうあのやっつけてるじゃないですか。いやね、先日、まあ、去年の暮れぐらいだったかな、あのヨーロッパでそのプーチンとアメリカの大統領がこう人々と話しているシーンがありましてね、でそれであの中東にプーチンも介入したじゃないですか、爆撃したでしょ。だからね、あれはね、ちょっとおかしいな。おかしいですか。おかしいな。なんでそんな、今までは逆やったでしょ。いや、俺は中東にソビエトが戦いを望むなんてことは避けてたでしょ、プーチンになってから。あの要するに国ではなくて、うん、いろんな国に潜り込んで戦争屋を叩いてるような気がするんですよね、うん、オバマも別にその戦争をやりたい人じゃないんですよ、うん、オバマは戦争をやりたいアメリカの一部の人の言うことを聞いてそれに従ってるようなふりもしてるけど、プーチンとオバマは結構つながってるし、習近平もつながってるし、うん、
その人たちはみんな戦争を排除したいんですよね、プーチンがやったみたいに。そうなんですかね。で日本はもう戦争に乗っ取られてるから、プーチンはサインで、うん、お前ら早くこっち来いよ、そいつらね言うこと聞いててこっち来いよ。いや、そういう風な動きがあるんだったら、うん、世界はこれから平和になる。いい方なりますね。なりますよ。そうですか。なりますよ。でまたいい方向にならないぞと思わせるのが向こうの手ですから。でならない、あならないのかなと思ってると、ならない方に行きやすいんですよ。深い読みですね。そんなん今あの評論家言うてます。いやどうですかね、わかんないですけど。でもそんなん評論家言うてへんの、そんなこと。評論家なんかは所詮そういうメディアなんて向こうのもんだから。向こうの手の内だから。すごい話ですね、ここで話してるのはね。あんまりちょっと嫌なんですけどね。もうあんま変なこと言うとですね、私の命が、ね、そうそう危なくなってくるんで、ね、あんまりね、この辺はね、なるべく避けてるんで。カットしましょう、カット。まあカットはできないんだけど。できなくはないですよ。いや、カットするんだね、作業がもう大変なんですよ。まあ、YouTube で流してるんですよ。YouTube をカットするんだね、もうその手間がいるんですよ、あれね。もう半日ぐらいかかるんですよ、あれカットすると。で編集したらいいんだけど、まあ、編集能力もあるんだけども、うん、そこまでやってる時間がないのでね。ただね、そのプーチンはね、昔のプーチンではないんじゃないかという人も、その影武者だなんだっていう。あ、詳しいね。すごい話もご存知ですね。うん、でもどうなんですかね。ちょっとなんかそういう話も今わからん。プーチンは3人4人いるんじゃないかと、うん、当然やという話をされてる人もいるでしょ。あブログなんかも書いておられる方いらっしゃるんですか。結局そういうガセっていうのは、ガセかどうかわからないような情報っていうのはいろんなぶち込んでくるけど、結局だから プーチン、まああれが本物かどうか知らないですけど、そのやった結果見て判断するしかないですよね。まだ私はもうそこまでもう深入りしないからね、まあ、そんなわからへんからね。でもいい印象を持ってますよね、プーチン。いや、プーチンはいい人ですよ、うん、ああ今のプーチンは知りませんで、変わったかもしれない。今のプーチンは3人か4人目のプーチンかもしれへんし、うん、と言うてる人もおるからね、うん、分からへんだけど。あ、じゃあそのシリア、やり始めたのは、うん、他の連中と変わんねえじゃねえかみたいなのを見て、そうになりますわね。でもこういう話もありますよ。あの IS に、うん、ロシアが空爆し始めたら、うん、IS のやつらが本当の空爆だって逃げたんです。初めて空爆というものをリアルにやって、それで実際今もうどんどんシリア、イラクに逃げたり、今までは逃げてない、嘘っぱちの、それがなんでわかんの。そういう海外のニュースとか、そういうの好きな人たちがまとめてるブログとかで、ほんまと嘘と何が違うんですか。いや、だから結局それを見ると結局、あ、本当だ、 IS の人たちがなんかイラクの方に逃げてるとか、そういう結果で判断する。いろんな情報、ああじゃねえこうじゃねえっていうのがありますけど、一応入れといて結果を見て判断するっていう感じ。 IS が逃げた、 IS はちょっとずつ逃げたりしてるんですよ。で多分あのもう中央アジアの方に、ああ IS の自分たちは殺されるということで逃げとるんですか。そうですね。ということは平和が訪れるということですか。まあまだまだ、あのただやる場所が移るだけで、思想とかじゃなくてやっぱお金もらって、うん、あの戦争傭兵みたいな、ね、結局はそういう信念があるわけじゃなく、どこかから買われて、うん、あのやって、でそろそろお前たちのところに、あの今ちょっと国際的にいろいろあるから、いや、あの撃つぞって言って、入って分かってて避けてるから、連合軍 の、 あの IS に対する攻撃なんていうのは茶番で、ただそれをし本気でプーチンはそこでもうボンとやったという話もある。私はまあまあそういうのはね、もう私はもうあまりマスコミ信用、仕事してたんだけどマスコミあんまり信用してないんでね、最近の情報、うん、だからそうですね。だからまともな あれを見てるとね、もう洗脳されるんですよね。いや、だからマスコミ見てたら、僕らの言ってるようなことが出てこないですよ。出てこないです、うん、洗脳されてるんでね、うん、もう嘘の情報が流れてるんじゃないかな、うん、まあ、それはもう確実にそうですね。だからあの UPI とか AFP とか海外の通信社を握ってしまわれてるから、うん、真実の情報がまあ伝わってきてないんですよ。だからあの日本人がなんかこう銃つけられて、去年の夏ぐらいから茶番になりましたね、出たでしょ、2人が殺された、うん、ね、あれなんかご存知でしょ、おかしいでしょ、あれおかしいですね、あれ殺されたんですか。いえいえ、あれ茶番ですか、はい、でも日本人全部あれ殺された言うてるでしょ。そうですね、うん、そうやってある方向に向かわせたいですからね、うん、だからそれを知ってる人は日本人の 1% か1割もいないんじゃないですか。うん、全部殺されたと思ってるでしょ、99% あれは殺されたんやと。マスコミがそう言うてますもん。マスコミが言うてますもん。マスコミを信じる人たちはそう思ってますよ。マスコミが言うてることは皆さん正しいとおっしゃるからね、うん、だから
殺されたと思われるとかじゃなくても殺された何々でも最近はもう、ね、断定してます、ね、それを前提として次のストーリーに。でもあれあの YouTube とか例えばあのブログとかを見てる人たちにとっては、うん、もうその裏情報が流されてるじゃないですか。あらもう合成写真、うん、だから 9.11 も合成写真、あそういうのと一緒のノリで僕もさっきの、うん、だから 9.11 はこう突っ込んだでしょ飛行機、うん、あれはどういうふうに判断されてるんですか。あまあ茶番だからもうどうでもいいやと。あどうでもいいやな、うん、あ分析はしたとしてもあれは本当なのか、ビデオも本当じゃないです。あそれはまあご存じなんですね、うん、3.11 もご存じなんですか、うん、3.11 も、うんうん、まあ、それは大前提、あれは自然の地震でないという、まあ まあどっちでもいい、あどっちでもいいと、ああなるほどなるほど、まあでもやってんだろうが、やったんだろうが、でもやってようが自然だろうが、ああその後の俺たち次第だと。そうやね、すごい読みですね。だからそういう人たちが増えてくれば世界にまあ平和がやってくるんじゃないかな。だからこれね、向こうのまあそういうようなことをやってる人たちも世界が今どのようになってるかというのはあんまりご存じないみたいですね。報道統制されてしまって、ね、日本が一番きついんじゃないですか今。でそれらの情報が流れてくるのは日本のみみたいですね。全部もうあのインターネットでも遮断されてるみたいですね。情報が流れてこない。日本は全部もうたらもう全部流れてくるでしょ。だから向こうで流れてこない。向こうって例えばいやアメリカとか海外ですよ。海外全部もう遮断してるねその情報は。もうそういうもうしてるみたい。だから日本はいろんな情報が入ってくるけど、まあまあ遮断されるじゃあ直前ぐらいかな。アメリカははじめその他のところはねもうそれらのインターネットが流れてても遮断されてですね見られない状態になってるという話ですね。も悪くも日本はコテコテになってる、日本が全て分かる、日本人は全て分かる、うん、だから世界の平和をできるのは日本人しかできない、うん、向こうの人たちがそう言ってるわけ、うん、彼らはもうこういうことを今ここで喋ってるようなこんな話をしてたらすぐも逮捕される、うん、あまあ日本も間もなく間もなくなる可能性ありますよ、うんうん、じゃあそれは何間もなくなりますよなると思う。でもそれなんでかって言ったら、うん、向こう側がピンチだからそうやってやるんですよ。そんだけこっちはチャンスなんですよ ね、 そうですね。だからまあこんなこと言うとネタとか知らないけどうちに、まあ、向こうから海外から、まあ、電話があってですね2時間3時間電話するしてくれる人もいるんです。であなたのホームページとかブログをとか YouTube とかいろんな見させていただいてます。であなたの言うてることは、まあ、90% 正しいんじゃない。で世界の平和を獲得するためにはねここの博物館でなかったらできないんじゃないかとそこまで言わはるんです。で私はそんなこと何も考えてないから、ね、私はもう情報を真実の情報を、ねまあ、伝えてるだけでねそんなも海外のいろんなことは分からないんだけど、まあ、それが何かに役立てばね、まあ、いいと思ってるからということでね、まあ、お話したことはあるんですけどね、なんかかなりシビアな状況になっているということをまあおっしゃってるんでね、まあそう嘘か本当かはわからない。大学に住んでるあの日本人から。日本人からということですね。うん、じゃあやっぱ入ってこない。入ってこない。ね、例えばまあマレーシアの飛行機が行方不明になってですね、北京行く途中の飛行機が行方不明になってわからなくなったでしょ。あれでもどこへ着陸したんかというのはね、知らないんですよ。まあでもネット見てる人たち知ってんじゃないの、ねえ、うん、でも見方によってだから、いやだから検索の仕方あれどこ行ったと思われます、なんとか通ってねのあの米軍の CIA だかなんだかの、うん、あ、ご存じ、よくご存じね、うん、どうでもいい話で向こうの手口はだからあそこからもしそこへタグ軸してるとするんだったらそこから IBM の職員がですねメールを打ったと、うん、枕のところで今おると、うん、というような情報も流れてますね、うん、これね枕の仕上がりね、その人たちはどこ行ったかと、その一切分からへん、誰も分からへんというかでしょ。で、あれはプーチンの飛行機を撃ち落とすためにその違う飛行機を撃ち落としじゃないかなというような情報もあるでしょ。あれも事実ですから、ね、わけ分からない、うん、まあどうでもいいあいつらの手口だけど、その映像を見たらなんか貨物飛行機が墜落した映像がこれが今落ちたんやというようなことを言ってるんじゃないですかね、うん、なんか分からん情報ですわな。でも結果がなんとなくあの何にもわからない。だからエイズの会議に乗ってる人がいたから具合悪いから落としたやとかいう情報もあるし、
もうわけのわからん、もう、ね、もうわけのわからん情報をどん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 入れてね、入れてね、もう混乱させてね、うん、もう何が何かわからないように、まるで日本の歴史みたいなもんだよね。でもどっか、でもどっか一つ真実が出ちゃうから、いろんなのがやって、でどっか一つにはきっとあるんでしょうね、うん、あるんだね、うん、結局いろんなの入れてるのは縄文を隠したいため、あの明治であれいろんなのやったのは江戸を隠したいためということですよね。まあ、ということは今の日本の政治は誰がやってるんですか。政治は誰もやってないですね、うん、政治家はいないし、でも動かしてるじゃないですか。あ、それはいつも政治はそのバックの人たちが動かすから。あれは誰が動かしてるんですか今のは、うん、まあ、表だっては経済界がやってるわけ、ね、経済界で、うん、それがアメリカの方も、うん、あのこういうふうになってほしいという方針がバンと出るじゃないですか、うん、あアーミテージみたいな。だからその出た時にあっちの欧米の戦争屋がまあ今牛耳ってますけど、うん、それ以前はあのインド中国のねアジアの一帯のその、うん、そっちの勢力もいましたけど、それよりも今戦争屋の方が牛耳ってるから、うん、そっちが政治動かしてますけど、でもあの多分アジアのあっちの方も黙ってないと思いますよ。この戦争屋どん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 落ち目になってるから、そこにプーチン来てるし、うん、なるほど、うん、ただ向こうの人たちは本当に日本が一番平和なのはどうかっていうと、縄文時代にしても江戸時代にして もう平和な時代代表的なのありますよね、2つ。それは日本人気質みたいなのが発揮できちゃった時じゃないですか。もう別に争いもしない、そうなってやった時に本当に日本人の持ってるパワーっていうのが世界に出てちゃうんですよ。戦いでじゃないんですよ。それをやられちゃうのが怖いから日本にけしかけてるんですよ、いろいろ。だけど日本人ってのはコツ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 、もう本当にそれこそ縄文気質で木と会話して、それで木がここ切ったらいいよっていうのを木と会話して職人さんはやるわけですよね。そう、ここ木のね、こういう、うん、そう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 。で、あの魚取ってきた調理の人たちはこうやって盛り付けるとこう、なんていうんですか、盛り付けられたその食材たちが喜ぶよってテレビでやったりしてるけど、あのランキングで、うん、ああいう風にこの盛り方じゃちょっと刺身たちが窮屈だって言ってるよって、あれでも縄文気質で本当に言ってる会話できちゃってるんですよね。で宮大工とかそういう大工さんの一流なのも、多分木はここ切ってくれっていうのが聞こえるから、そこ切って切っ作るじゃないですか。そういう縄文気質っていうのがすごくて海外からみんな見に来てるわけじゃないですか。だからそれが広がると平和になる。間違っても今ね、なんか私あまり外へ飛び歩いてないんでね、こんなことアホなことやったんでね、あまり外行けなくなったんですけど、あの先日もある人がそのこの竹取大きな博物館の売ってる竹取物語の作者がね、まあ弘法大師空海って言ってるじゃないですか。その弘法大師のまああの今も生き続けてると言われる高野山、外国人がすごいらしいですね。テレビですよね、うん、本当なんですか、うん、もうすごいらしいですよ。日本人よりも外国人のが多い、うん、なぜですか。やっぱり日本人自分で気づかないところはやっぱ外国から来ると見えますね。京都でもね、京都たまにポッと行ったらね、うん、日本人いないんですよ、うん、ハングル語とか中国語とかね、英語は飛び交ってるんですよ、うん、これ日本人ほとんどおらへん、いっぱいですよ今も。もう京都の観光地は京都情緒はなくなりました、うん、もう終わりですわ、京都観光もね、うん、だからそれほど海外の人がですね、もう日本のこの文化というものに目覚めたんじゃないですかね、うん、その文化で作ったのは江戸時代だと思うんですよね。ああ江戸ね、江戸時代で育ってる、あの260年間戦争がない、うん、あの時に文化だって平和じゃないと育たない、まあ育たない、でも縄文時代の気質があって、うん、まあ江戸というよりもまあまあ平安時代じゃないですか。いや平安よりも平安もそうですね、上の方だけではね、うん、そういう文化はすごく、うんうん、でも平安ちょっと遠くて庶民何してたか分かんないじゃないですか、うん、でも江戸は庶民何してたか分かるし、あんな150年ちょっとに前に ああいう暮らしをしてた日本人が、たかがその後の明治以降の150年の洗脳で、うん、全く狂っちゃったことはないです。すぐ思い出しますよ、うん、それを思い出されるのが怖いからいろいろぶっ込んでるんですよ向こうは。江戸気質を思い出してほしくない。江戸時代は封建社会だっけ、もう暗いですよね。で、それこそ農民はすごく貧乏だとか、うん、なんか言われてるけれど、実際はそうじゃなかったんじゃないかっていうのがね、うん、いろいろ、うん、まあいろんな見方がねあると思うんですけど、うん、私まあ京都市内でですね、もうあらゆるところを、まあ、仕事の関係でね、まあ、回ってきて、
でいろんな歴史も勉強し、いろんな先生方にもお会いし、いろんな話を聞きね、やっぱり京都奈良というのは確かに日本の、まあ、文化の最たるものが残っていると。でしかしそれは今現在の生活に直接結びついた文化であるんだけど、さらに古い文化は先ほどからおっしゃったように、まあ、皆さん縄文にもその注目されてるんですけど、縄文時代にまあスタートした古代の文化がですね、息づきながらその中から生まれ出てきた歴史じゃないかなと、まあ、思ってるんですけどね。でそれらをどのようにまあ今後日本人が生かしていかれるのかね、それはまあ私は私には分からないんだけど、もう今やそのそれら培った文化はですね、今やもうゼロに近い状態になりましたね。あの表立っては、うん、表立っては壊されてますけど、うん、中にはかなりありますよ。でも世代が変わるともうダメでしょ。いやそんなことはないですよ。残りますかね。残ります残ります、うん、でも今の若い人たちはそれを知らないじゃない。まあそれはもう大人がしっかり、我々大人がしっかりしないと残らないですけど、もちろん、うん、そういう人いますかね。感覚はでもあのすごい素材はすごく今の子の方が、うん、私なんかの世代よりかは、あそうなの、あの子供は持ってます。鋭いものは持ってますよ。持ってるんですね。感覚はすごく、うん、あそうなの。ただそれをちょっとこれからまた潰すような社会があると、うんうん、ダメですよ、ね、いや潰すような社会じゃなくて、もう私が聞いた話ではもう課長以上はね、そういう人たちによって全てもうこうなってしまった。課長以上。課長。ああ世代的に。それはちょうど私なんかの世代でしょうか、うん。そうですね。ここら辺はダメでしょうけど、うん、今の子供たちはもう。だから子供たちがどう言おうと、勢力を握った人たちによって人事権、これから政治権、これから経済を全て握ってしまうから、うん、もう今もう変わりましたよ。全て、うん。もう全部変わりましたよ。だからそれらの文化は全てもう潰されましたから、うん。なくなりました。潰したいんでしょうね。いやなくなりましたよ。なくなったように見えてありますそれをなくなったように思わせることが向こうの成功ですから、うん、ありますけど、私はもうなくなったんじゃないかな。 でも歴史のこうやってひも解いていろんなその、うん、まあ、あるけど少ない人、うん、ね、その情報を持ってる人も、しかしね、これからのもう人事権まで握ってしまったわけですから、例えば企業に入る人たちにとっても、歴史を指導する人たちにとっても、うん、教育にとっても国のあれにとっても、うん、全て実権握られましたからね。で結局もう終わりですよ。いやそのピラミッドのシステムでしょ結局それって、うん、会社にしろ何にしろ、教育システムに入ってないじゃないですか。抜けちゃった。いやいや私なんかはもういや結局そういう生き方になるんですよ。好きなようにやってるから、ね、みんななるんですよ。好きなようにやっていいんだっていうのを館長がみんなに見せてくれてるんだもん、うん、だから俺らだってああ痛えなと思って。そう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 そんなもんビビたるもんですよ。いやいや、そのビビたるもんが点がつながってるって。そうなようなもんですよ。何月も戦えばね。結局その今向こうはそういうふうに思わせたいんですよ。そのピラミッドの。だけど結局館長みたいなもうピラミッドピョンって出ちゃった人が言うと、あそういうのもありなんだっていうところからみんな。そうですかね。そうですよ。私そんなことやってますか。やってなきゃ横浜からわざわざ来ないですよ。今日はね横浜からね、これ1月の2日ですよ。2日にね。だってそしたら開けてくれるって。そうさすが。実はね、あの年末年始ね忙しいからね。しかもこの本を、ね、今やってましたね。これ年末年始徹夜でね、これ本を今書き上げてるんですよ。で今もこれねすごいことがまた分かってきてね、中国のね花王町、陰陽町あるでしょ、これが日本人がですね実は作ったということが分かった、うん、これでね中国の歴史ひっくり返ります。シュメールっていうキーワードはどこに入るんですか。そうだからシュメール人は日本人作ったわけでしょ、うん、シュメール人が日本人を作った。いや日本人が日本人が一体シュメールを作ったわけ、うん、そのシュメールの人たちが里帰りの途中で中国とかにいろいろ作ってるっていう、里帰りしてきたわけですよ、うん、そうするとだから花王町陰陽町もその里帰りの第1波か第2波か分かんないけど最初の方の人たちが作ったみたいなことですよね、うん、あそれは賛成です、うん、だから中国なんていうのはもうこう中国人見たらこれはもう私もう首切られるかもしれないんだけど、まあ、事実だからしょうがないんですよ、うん、中国は韓国と同じようにですね、そんな昔からきっちりした国なかったんですよ。
ね、春秋戦国時代でもう、ね、モンゴルも入ってきて長いしてシルクロードからもう、その、ね、いろんな人が青い目をしたんですね。その入ってきてですよ、中国統治したわけでしょ、秦の始皇帝、はい、だからそのように中国なんてきっちりした歴史なんてのはもうなかったんですよ、うん、ああ日本は島国やからちゃんともうあったわけ。結局そう初期の頃のその緩い国家だと思うんですよね、うん、その初期のそのインだった、まあインはもうあれか国家になっちゃってるか、もっとその前のそう、なんか中国にも日本でいう縄文みたいなものがあったと思うんですよ。まああるかもしれないですね、うん、それで日本でその縄文やってたら、うん、結局大陸のぐちゃぐちゃのやつらが来て絶対潰されちゃうからある程度まとめようよって言ったのが弥生時代で、その女服なんかもそれにあれしたし、その後の豪族たちも国家を作って海外から来た時にやられないように日本の国というのを作ったと思うんですよね。そういう時代が中国にも絶対あるはずなんですよね。でそれの緩やかなものからだんだん国らしくなっていったのがその伝説の王朝であるその辺であってと思ってるんですけどね。だからそのなぜね今はね、まあ、その時にそうだね、シュメールからの帰ってくる人たちが、中国の我々学んだ歴史は殷王朝が一番最古の王朝であると、うん、いうことを今のところあったね、うん、それでも伝説の殷の伝説が、だからその前は花王朝があったと言ってるんだけど、花王朝はなかったんじゃないかと、うん、いうようなことをおっしゃってます、うん、なぜなかったということで分かってるのかしたのかということ、ここが問題、うん、隠したってこと、うん、そうですね、うん、例えば日本の歴史で言えば神武天皇の前に物部王朝あり物部天皇がいたわけです。ああ、それ隠したってことですね、うん、でその物部氏はですね、この京都辺の岩船神社に逃げ入る御事が降臨してですね、五番にいた七つの彦の娘と結婚して、この富というところで、ね、この京都辺のすぐちょっと向こうで、富という物部氏を築いた、物部王国を築いたわけですね。で物部天皇である物部王国だったと。で長曽根彦は私はもう縄文人じゃないかな。で長曽根彦が、その先の神武天皇がやってきた時にですね、見せ合ったらですね、その同じ出自であったということですね。その同じ出自をご存知ですかね、どこから来たの、うん、で言われてのはその12氏族のね、イスラエルのね、まあ、そういう同じ出自であったから戦いをせずにですね、物部系と曽我系というのかな、仏教系と、キリスト教系が仲良く育っていた。だからご存知のようにそのイエス、関係してると深くね、古い時代から、それはそれは全部日本初期古事記には隠された、神話にもう収めてなかった言われてたんだけど、曽我氏、あれは聖徳太子、聖徳太子もご存知ですね。そうですね、聖徳太子は誰だったんだと思いますか。まあ誰だったというか、その王子はいたけど、うん、業績はまあ誰かのいろいろ引っ張ってきて、まあ、それがいるかの業績じゃないかとか、うん、いろいろね、うん、ありますけどね。まあだから聖徳太子は日本人ですか。ペルシャっていう話を聞きましたけど、うん、その前 の, だあの天皇の慶太、うん、慶太天皇です、うんうん、あの方の時に代がちょっと王朝が変わったりとかって、その方がそのペルシャの方 で、その系列でその馬屋のなんかという感じで、だから直接聖徳太子が渡ってきました、じゃあこんなことをやりましたっていうんではないんじゃないかなとは思ったんですけどね、うん、聞いてて、うん、まあ、書いたことないかわからないんですけどね、まあ、聖徳太子は、まあ、日本で生まれたんじゃないかなと。ただ向こうからやってきたそういう物部系のですね、まあ、聖書を重要視する民族の人たちではないのかな。だからそういう意味からいくと、ペルシャのようなところからのやってきてたその民族、つまり、まあ、シュメールでもあるし、イスラエルの育ちでもあるし、まあ、里帰り一派かもしれないし、うん、まあ、分からないんだけど、そういう人たちじゃないかな、うん、だから古い時代にすでに日本にはそういう思想が入ってきていたっていうことですね、うん、だからその馬宿の巫女とか馬宿の名前が出てるのも、うん、キリストになぞらえて、うん、だから向こうのなんだキリストの聖地をまあ見に行った時にね、こんな話するのに
現地を見ずして喋ってたって何のことかわからないから、そうですよ、ね、まあ、見に行ったんですよ、うん、もうここ博物館作ってそのね、だからかぐや姫の誕生がイエスキリストの誕生とオーバーラップして同じやで、ね、そんなこと考えなんでそんなこと考えられんの、現地行かんとわからんから、そのベツレヘムですね、イエスが生まれたところも見に行ったら、その今日今教会になってて、その地下にですね、そのイエスの生まれたところあったわけです、光り輝くところから生まれとると。でポッと横見たらですね、馬小屋がある、馬小屋が、天井員が、コンさんこれ馬小屋ですよ、え馬小屋、え、あ馬小屋、え、あ、まあそう言うてますねと、聖書かなんかではやっぱあるのかと、それが、うん、ほな日本の有名な人でね、いつも YouTube で言ってるやついるでしょ、なんでいんねや、そんなもん関連してるやないかというように、もうパッとひらめいたわけですよ。でそのかぐや姫の伝説が、そのイエス・キリストこうの誕生っていう、 なぜ女の人にしたんでしょうか、男じゃなくて。いや、かぐや姫が誕生したわけでしょ、うん、まあイエスは男やから、男だから、あ、もしそれをモチーフにしたいんであれば、あ、男性でも本来いいじゃないですか。あ、そうそう、そう思いますね。 なぜ女性なんでしょうか。いや、私もそう思ったい、なんで女性なんですか、分かんないですもし考えるとしたらでも別にそれはそれをメインじゃなくて、うん、だから一つの入れた思想 で、うん、で物語ストーリーテラーなわけだから、うん、女の人主役にした方がいろいろ。でもこれから男社会なのに、うん、女っていうのはちょっとすごく、いや別にだってかぐや姫が大活躍してヒーローになるっていう話じゃないからさ、うん、別に、そう、うん、いや私ね、その、まあ、イエスの誕生と同じや言うたら、イエスは男やのに、なかぐや姫は女やな、そんなもんあんたオーバーラップして考え方がと言われてしまったら、それはもう答えられないんだけど、逆にあまりオーバーラップしすぎても困るわけですしね。でもね、日本のね、古代卑弥呼いるでしょ、卑弥呼は重要な、そう、私もそう思ったんですよ、うん、女社会の日本には女でなきゃいけなかったじゃないかと思って、女が大事なんですよ、そうそうそう、女が女性が大事なんですよね、子孫繁栄のために女性いなかったら男だけでは生まれへんわけや、うん、女性一人おって男性がたくさんいたら、どん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 子孫が繁栄するわけ。これがあの人間のね、あの重要なところなんです。だからかつてはその日本も女性が中心になって女系家族をやったわけですよ。だから卑弥呼を授与してるわけですよね。それを中国の魏志倭人伝でそれを書いたわけでしょ。だからそういう意味では非常に重要な、であの古代のたどってみると、やっぱり一番とはるか先の方には女性のそういう人たちが並んでるんですよ、竹の縄文人のね。だからそれを空海は知ってた、だから空海は